グローバルボーイズグループ、イニ INI が、19日放送の日本テレビ系、マズリズム02、毎週金曜日深夜0時59分、この日は深夜1時24分、に出演。尾崎匠が家族ぐるみで交流があるという芸能人を明かした。尾崎匠家族ぐるみ、で仲良くしている芸能人は、 尾崎は、お笑いコンビ、ノンスタイルの、石田、明さんとは18歳の頃からの知り合いなんで、もう5年経ちます。問いにとしての活動前に舞台で共演して以降、石田の家族とも交流するほど仲良くしていることを告白。本当にお世話になってた。舞台の時とかは毎日ご飯連れて行ってもらってました。と石田との関係をトークした。 尾崎が石田の子供とくつろいでいる写真や石田と飲み物を飲みながら笑い合っている写真も公開され、MC のバカリズムは家族ぐるみなんだ、意外な関係ですよね、と驚きの声を上げた。バル、尾崎匠、ウィー、ファースト、レオラアーティストとの交流もまた、バカリズムから他に仲良い人とかもいるんですか、と問われると、尾崎は、ウー、ファーストのレオくんとかもそうです。 神祭、神破祭頃を振らないの人とかもそうですね、と幅広い交友関係があることを語った。